はい、お疲れ様です。さあ今回もですね、こちらサルカナさんに来てもらっております。ありがとうございます。サルカナです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。もうおじさんもう本当にもう行っちゃいそうなんで本当にココリコ遠藤の変な形。今回も本当にもう行き切ってやろうかなと思って。あ、なるほどなるほど。で、まあそれこそ俺もう20年ぐらいだから、本当生まれた時ぐらいからちょっと遊びで歌ってる曲があって、でも知らないと思うんですけどね、尾崎豊さんの I Love You っていうもう名曲があるんですよ。でそれをちょっとまあ、僕なりに歌ってみるとこういう感じになりますってなって、なんかちょっとこう方々ではちょっと癖強いんちゃうのとかって言ってLove you今だけはギネシウタラフ聴きたく。20年ぐらいこの曲は僕大事に大事にしてるんですよ。だから要はそのね、サルカニのメンバーにその癖ありヒューマンビートボックス、あやったことないでしょ。だっていやいやいや、そんなことですよ。本当？いや僕らさっきまでなんか優等生みたいなビート打ってたんで、うん、まあ、ね、ここは一つ暴れてやろうかな。暴れちゃう？もう本当に。もう本当容姿の仮の姿なんで。普段かっから。普段どんな感じなの？気になるわそれ。まあこの僕の方のこのチャンネルでも結構この曲はいろいろ擦ってて、もともと僕が一人でやってたんですけど、はい、そこに加納英吾君が来てくれて一緒にやらせてもらったりとかしてやってるんですけど、今回はちょっとサルカニさんと一緒にですね、はい、多分ビートボックスでこの癖ありソングがどういう風になっていくのか、いやどうなるんだろう、ちょっと楽しみですね。楽しみですね。はい、基本これも全部ぶっつけでやってるんで。そうですよね。じゃあいいですか。はい、行きましょう。もうぶ、ほんぶっつけやからねこれね。マジで何が起きるか分かんないです。わあ。音を楽しむ、それが音楽。かっけえな。よし。お願いします。いきますよ。緊張してんじゃないですか。ちょっと普段のこれね。これ腐れの中でも遠藤さん一番固まってるやつですから。そうですよ、そうです、しっかりしたやつですから。す、ね、はい、すっげー緊張してきて、いつも通りの遠藤さんでやってくれれば多分合わせてくださいますから。はい、すいません。じゃあ聞いてください。クセアリ I love you です。 I love you のぐらえのげるたてについてなふこどI love you. Oh, oh. Even now, I love you, darling. Oh, God. Nani mo kamo yurusareta koi janai kara. Futari wa marude sute neko mitai.この部屋は落ち葉、この部屋は落ち葉、落ち葉、足元にたくさんの落ち葉、きしむベッドの上で優しさ持ち寄りきつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。愛がしらけてしまわぬより。かっけー、もう俺、いっちゃいました、もうですよね、いっちゃいますね、これこれはかっけー、ごめんね、本当にこんな中年男性のこんなしょうもないノリに合わせてもらったら申し訳ない、本当に。いや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 、途中なんかインドの音楽みたいな。確かに俺もめっちゃ見た時に、俺今目の前にガンジス感が流れてるから、本当に正直世代的に
本家のアイラビューもそんな世代的な、うん、ね、がっつり聞き込めない世代やねん。ドハマりとかもしてない。そうだよね。だって俺らよりもちょい上の先輩方とかがもうドハマりのやから、はい、それはもう絶対知らないと思う。この曲をしかも癖入れて歌われてここまで対応できるんだね。すごいな。普段はこんな遊びとかはしてるんですか？あ、でもなんか普通にこう街中とかでなんか変な音が聞こえてきたら、あれできるんちゃうみたいな。そう、なんか踏切とか聞こえてきたら、うん、カン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 とかでもよくやります。いやー、でもこれからどんどん多分忙しくなってくると思うんで、うん、今後の予定とかって今だからツアーのこれ最中なんですか今日？あ、そうです、もう真っ最中 で、そうです。で6月にもう1回東京で追加公演が決まりました。ありがとうございます。マジ？次はどこであるんですか東京は？東京はね、恵比寿のリキッドルームとか、はい、結構もう名の知れたライブハウスでやらせてもらって、いやーでも本当にやっててよかったなっていうか。そうですね、氷君、はい、音楽やっててよかった。つながりますから。つながるからね、音楽はね。ね、本当にこれからもサルカに一つよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。